柴戸、平野抜けて戻してきた酒井、オフサイド。いい流れでしたけどね。どうですかね。あ、オンサイドですね。完全に手前。そうです ね、 そうですね。この柴戸のワンタッチも効いてましたし、柴戸から縦関係で平野があそこにいるわけですからね。かなりやっぱ人数かけてゴール前でねプレーをしていっての崩しですからね。なかなか FC 東京としてもつかめなかった、はい。まあ、シュートも最終的に畑野の股の間